はい、サイグスよ、中華なすみそ。えー、そしておはようございます。今週も始まりました。ゆきとりょうじのわイわイラジオウィズ。リナ、お相手はゆきとと。リナでお届けします。よっしゃ、この野郎。はいよ。<laughs> 今日も始まりましたが。はい。なんか、車混んでね、今日。あ、混んでました混んでるよ、なんか。あ,あの、今、 こっちから見えるさ <laughs> そうだね混んでるね <laughs> こっちから見える道もめちゃくちゃ混んでるけど、うんね、あの那覇俺いつも那覇から来るけど、はい、那覇も結構混んでてねうん、うん、最近なんか道がなかなかな混み具合な気がするんだけど、うん、なんかあるのあの観光客が増えてるんじゃないですかいいことだね,ね <laughs> おーじゃあこの沖縄が今潤ってるってことか、うん、かもしれないですね。確かになこうもう半分ぐらいがレンタカーなんじゃないかっていうぐらいの、ね、とあとあの和,和と和とレの和とレのナンバーがさ、はい、結構いっぱいあるなーっていうのを感じながら今こうね、えー、道を走っているんだけど、はい、ええ道走ってるでよ。うん、今日 あこれ絶対話そうやつさラジオでと思って<ー> <laughs> 今日あのね、えー、バイク乗ってさ、はいね、中から向かってる時に、うん、あれどの辺かな、えー、あれどこら辺って言ったらいいんだろうなメカル、はい、メカルあたりで信号待ちしてたら、うん、歩行者でね 信号待ちしてる人がいたの女の子でさ、うん、で結構痩せてて、はい、でなかなかなファッショナブリーな格好してる子がいて、はい、なんかよレゲエみたいな感じでこう踊ってるわけ一人でくねくね軽くよはい、はい、でまあなんか音楽聴きながらちょっと乗ってるんだはずなーって、うん、別にそんなに気,もしな気にも止めないで、うん、まあ信号待ちしてた時に めっちゃでかい声が聞こえてきてから、はい、<laughs> この子が歌ってるわけ <laughs> 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 もうものすごいでかい声だようん、うん、まああのねこうね歌いたい気持ちはわかるじゃないですかで、まあ、確かに信号待ちも誰もいなかったようん、うん、ででも車はいっぱいいたよ、うん、車いっぱいいたんだけども1人で気持ちよさそうにさ、うん でなかなか,なかなかあんまりうまくないわけ <laughs> でもでもんだろうな、うん、あのボーカルやってんだろうなうん、うん、バンドの<ー><で>そんな感じそんな感じうん、うん、で練習してるのかなんなのか、うん、えん、ー、だろうな乗ってたよ、うん、<laughs> 俺はあの子を見ながらさ、うん、あのこんなことを思ったんだけど、はい、あのそうだな 最近のドラマでさ、うんえー、あの時の恋を思い出したら泣いてしまうかもしれないみたいなタイトルのドラマがあるじゃない<ー>なんかわかる、うん、なんとなく、はい、なんか、ね、あ,あるのよもう終わったのかなあ見てないですね俺こ,こんな感じで 自分のことを思い出してほしいなって、この子に対して思った。<laughs> <laughs> あ、私、あの、あの頃、若かった頃、道で大きい声で歌ってたなって思い出してほしいなって。<laughs> 10年後ぐらいに。<laughs> 15年後ぐらいでもいい。<laughs> 15年後ぐらいに。見た目がなんか22、3な感じがしたから、うんうん、20年後ぐらいでもいいな。なんか あ,あ,私あの時あんな人歌ってたなーって今絶対歌えないなーって思ってほしいなって思いながらうん、うん、え信号が青になりました、うん、ありがとうございました <laughs> 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 じゃあなんかあれだろうな、うん、周り気にしないだろうなあの頃ってうーんそうですねなんかでもなんであんな大きい声で歌えるんだろうなーってちょっとよ、うん あの何だろう自分に自問自答してしまうよう、ね、な <laughs> 瞬間だった奥さんなんか自分が二十歳ぐらいの時は例えばそういえば気にしないでやってたなとかって思うもんなんあなんかあれを見た時にね今日ちょっとねいろいろ考えさせられる <laughs> <laughs> 思いにふけられるね経験をねうん、うん、しましたよ、うん ありがとうございます <laughs> 今日あれだねあのー、結構メッセージがねもうどんどん来ます、ね、なかなか届くね、はい、嬉しいね,ね<え>しょっぱらから今日はもうメッセージ行って、はい、今日ずっとメッセージコーナーにしようかそうじゃあそうしましょう <laughs> はいはい呼んでみよう

ゆきとさん、うん、今日は生で聞きますよ。わいわいラジオを聞いたのりょうじさんとのラジオ依頼だってひとみんひとみちゃんかもしかしてひとみん元気かひとみんはね、はい、あの今うちのナンバーワンっていう番組のアシスタントもやってますので,です、ね、よろしくお願いしますねはい、はい。ガンガンテレビ見ちゃって出ちゃってくださいはい。おい そして、えー、アッキーさん、リナリナ、ユキトニ、き、うん、今日もハロハロハロピー、ハロピーリナリナ、もしかして、今さっき起きた <laughs> 眠そうな顔してるけど、いつもこんな顔ですよ <laughs> <laughs> 今日はあれか？あのー、今日のメイクのポイントは眠そうな、<laughs> <laughs> 眠そうな顔。は <laughs> <laughs> あ、もう、どうなの、今日は実際は絶好調。 絶好調ね。絶好調って。絶好調です。です <laughs> よろしく。<laughs> そしてえー、っとリスさん。あリスさん。えー、バネが見当たりません。バネ？ コーヒーメーカーが寿命を迎えたときバネが外れそして一気にコーヒー豆が真上に飛び出しますおしまいでポップコーンみたいないねバチンバチンバチンってなるからうわー白いなそれコーヒーメーカーうちもさコーヒーメーカー壊れてはいないんだけどうちのかみさんよよくコーヒー飲むのよでコーヒーメーカーのコーヒー注ぐやつあれんていうのポット あれがさかけてんのよ3ンチほど危ないのね危ないでさこのポットだけ別売りってあんまないんだねそうですよねコーヒーメーカーに合う大きさのさ探すんだけどないのよ一緒に買ってくださいみたいな感じなわけコーヒーメーカー自体をあれ別売りしたらいいのにな売れそうですよね売れると思うけどなだから リサイクルショップとかに行くとあるのかなとかこれだけ売る人いないかでもマシンの方が壊れちゃってそれだけ売るとかあるかもしれないですよく見に行くんだけどなくてなちょっとねかみさんにね来週かみさんの誕生日なんでこのポットあげようかなと思ってるポットだけを探しにだけどないからもうコーヒーメーカー自体ね あのバネの取れてないやつを、はい、<laughs> 大変だはい俺あのリサイクルショップに行った方がいいような気がするけどねうん、うん、でもまあ新品買いたい人はなうん、うん、こうしっかりあのリサイクルじゃないところに行った方がいいのかなあなんとかバネ探してくださいはい <laughs> <laughs> そしてえー、っと浜崎ゆうきさんはい えー、でもほっこりしますね。うん、あ、はじめましてです。どうも、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえー、ほっこりってどっちの、あのー、あれで。<ん>ネタでほっこりしたんだろう。<laughs> ね、なん、どのネタだろう。いろいろ喋りすぎてわかんない。ですね <laughs> でもよかったです、ね。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、これからもよろしくお願いしますね。はい、そして、えー、リスさん。うん、私は。 大人になっても車内でシャウトしますって <laughs> い,いいよね、うん、あのやっぱ車の中ってさいろんなボーカリストがよく言うけどうん、うん、いい練習場所らしいね、うん、確かにやっぱりそうなのかなオートバイ乗ってから大声で歌ってる人たちもいっぱいいるよだからこう車とかバイクって、まあ、スピード出てさ、うん、なんか開放感にあふれるやんそうですね それでなんか出したくもななるのかね面白いよなもうちょっとふっと横見たらさ、うん、めっちゃ気持ちよさそうに歌ってる人とかいるよね。わ <laughs> かるわかる <laughs> あの女の子若い女の子たちでさ、うん、女の子で一、うん、人で熱唱してるのを、うん、見るのが好き。<laughs> <laughs> おう歌ってるなあ」って「参加したいな俺も」って <laughs> 思いながらね。 <laughs> いいことだと思います。そしてゆき、えー、ー,ーさんゆきとさん、えー、ドラムできる人って木琴、うん、もできるのって。木琴、うん、どうね。えー、まあジラはできるじゃないジラーガーシーって <laughs>、うん <laughs> <laughs>。一応なんこう棒2本持ってな。 やるのは変わらないけど重さも違うし長さも違うし打つ場所も違うししかも音程となんという感じ音程がね多分ストローク交互打ちタタタタタタタこれはうまいと思うよやっぱりドラマだからあれって意外とさ交互にタン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 ってバランスよくやるのって。 意外と難しいんですよゆうきんさんがねツボを揃えるとかねうん、うん、そうですね、うん、そういうなんか練習はドラマめちゃくちゃやってるから多分それはうまいと思うけどうん、うん、同じ場所ずっと。 ずっと、礼と、礼とみーだけとか。<laughs> ね、レ,ミレ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 ミって。<laughs> ね、みーとそうだけとかよ。うんうん、そんなのやらしたらうまいかもな、うん。そうですね。あと、ーの人なんか二つ持つじゃないですか。あるね。ねうん、あ、すごいですよね。あれでもドラマーもやるさ、スティーブ・ガットとか。え、こんなして二つ持つ。スティーブ・ガットなんか三本持ってやるよ。えー、マジた <laughs> <laughs> だただ,だ,だ昔の映像とかであるけど。 じゃガットはでできるんスティーブ・ガットはできるだからちょっと真似しようぜ練習しときますそして浜崎うきさん男性さんテンション高いですね高いっすかあとほっこりっていうのは歌のくだりですってあもしかしてジングルのことジングルかそう すいませんね、もうね、あれ、遊び心なんでね、もううちの番組、ワイワイラジオなんでね、ワイワイガヤガヤとね、みんなで楽しくしたいなという思いを込めて、ほっこりしていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。そして、リスさん、おとつい、初デートした女の子が、新宿のビッグカメラでコーヒーメーカーを探したいと言ったので、 相撲が始まるから帰ろうと答えました <laughs> いいね、これってモテる要素の一つだね。<laughs> <laughs> えっと相撲とコーヒーメーカーのどっちが大事ですか？<laughs> で女の子ってわがままだな。<laughs> <laughs> お、もう同じ、うん同じ意見。ああ <laughs> もう素晴らしい。本当だよね。<laughs> うんどっちが大事？えー、コーヒーメー,ー相撲。相撲なの？<laughs> 今、相撲始まってるんですよ。そうですすねわかりまなんとなく始まってるな、感が出てるか日曜日から始まってるんですよ、今場所はね、日本人が18年ぶりに横綱になるかならないかという話が出てますのでね、琴衝菊ですよ、嬉しいですね、だから頑張ってほしいなと、今、2連勝中、白鵬がね、初日に負けたのよ。 あ、そうなんですか。そうなの、鶴竜も。うーん、そうなんだ。ニオコズナが初日に負けるなんて、めったにないからね。今場所また波乱な。はい。まくわけで、まあ、今年将棋く、ちょっと勢いもあるから。うん。なんか、そのまま突っ走ってほしいなって。うん,う,んうん、うん、うん。な、相撲の方が大事だろう。うん、うん。大事かもしれない。大事かもしれない。はい。この後、あの、新宿で、そのまま売バ買イバイしちゃったのかな。あー。 多分そうだろうねで女の子もコーヒーメーカー探しに <laughs> <laughs> 一人で行ったんじゃないそれが初デート, <laughs> 初デート最高だな <laughs> もうしょっぱ端からなんかもう通過の中って感じですね。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございますはいそして、えー、AKB ファンさんから、はい、ゆきとさんりなりなこんにちはこんにちは そしてですね AKB ファンさんがひとみんにこんにちはひとみんって言ってひとみんさんもお AKB ファンさんだって二人知り合いなのかなの知りひとみんはまた別のところでラジオ番組持ってんのよ。ああ、なるほど。狭いですね。AKB ファンさん、甘くまで顔出すらしいぜ。ねすごいね。有名人だね。嬉しいでしょ、これでもね。ひとみんもたまには遊びにおいでよ、うちの番組に。ねえ。 で、うちらもさ、リナと二人でさ、番組ちょっとハイジャック、ジャックしに行こうぜ。いいですね。いろんなところに露出しまくりましょう。うんうんうん。ね。よろしくお願いします。はいはい。そして、アッキーさんが、リナリナ、久しぶりにこの曲、よろしくお願いします。おマルーン5のシュガー。おお。あります。あるよかったね。おマルーン5、またマルーン5もいいよね。かっこいいよね。シュガー。 はい、シュガーがいいんだうんございますさすがですさすがでございますなうん、うん、いつも思うけどシャレオツな曲をいつも言ってくるよねうん、うん、そうですねいやじゃああるありますじゃあリナ行ってごらんなさいじゃもうかけちゃいます、はいえー、アッキーさんのリクエストで「マルーン5」で「シュガー」 マルーン5でシュガーでした。この番組はアメリカンロックバーポーキーズジュニアの提供でお送りします。 はいよ。はいはい。はいええー、まだまだたくさんはいメッセージがね。はい、はい、今日はもうメッセージでなんで。はいええー、ガンガン読みましょう。はいええー、AKB ファンさんから。はいはい。 ゆきとさん、うん、ひとみんゲストでお願いしますって <laughs> 分かったって俺が言ってもな <laughs> <laughs> ひとみんあのリクエスト来てるんでねうん、うん、ゲスト来てくださいよね<え>よろししくお願いしますそしてひとみんさんから、うん、AKB ファンさんは有名リスナーですもんね。い、うん、ラジオににも遊びに行きたいです<お>そして えびっくりラジオにもぜひハイジャックしに来てくださいって言ってもいいんだうちらもねう行きましょうじゃあその時はまたみんなからメッセージね待ってますんでそしてゆうきさんから浜崎ゆうきさんですん1時25分に彼女を迎えに行きますの雨が降りそうなので迎えに行ってきますよっともう3分後じゃないですかもういないかななもういいのかなっちゃたかな 彼女を迎えに行くのは大事なことですよ。なんかあるよ、迎えに行かなかったら。<ん> <laughs> 怖い。大変だよ。はい、<laughs> はいはい。そしてリスさん、うんえー、今日のゆきとさんはブッダのようにかっこいいなって。ブッダ <laughs> ブッダ <laughs> もう、涅槃に入るあすいません。今、意味わからない。<laughs> わかんなくて。<laughs> えー、<laughs> なんでブッダなんだろうね髪じゃないあ髪かあ髪切ったからね <laughs> はいありがとうございますそして浜崎ゆうきさんがギリギリまでいまーす、うん、おギリギリチョップですね,ねありがとうございますありがとうございますそしてアッキーさん「りなりのありがとう<お>よし今日はいいことあるぞと」と <laughs> 何があった リクエストか <laughs> よかった <laughs> って <laughs> いつもないからなすいませんねもうねあ,のあるやつはねあるんだけどねなんだろうねもう少しやっぱりレパートリー増やしてかないといけないねうちの,あの番組もねそうですね、うん、でな,なんか画面がすごく動いてるのはなぜこれ、うん、ちょっと調整してるなっしてなあと思ってかすごいね あなんか止まったよ大丈夫大丈夫オッケー <laughs> 今日でもあれだね、えー、たくさんメッセージ来て嬉しいなと、はいえー、思っているんですけど、はい、1一個だけちょっと告知させてもらいたいことがありますんで、はい、ちょっとパーッて言おうね、えー、うちのこの FM 小座 FM コザは場所がね、えー、パーカーベニューの沖縄市のパーカーベニューの、えー、入り口にございますけれどもそのパーカーベニュー通りでですね 3月の19日ですけれども、はいえー、もう10回目なんだね、うん、1十、えー、回目第10回目を迎えます、えー、セント・パトリックス・デイ、はいええー、これなんだセント・パトリックス・デイってなんだってなると思いますけど緑の祭典みたいな、はい、緑のパレードっていう、ねえー、名前がついてますけれども、えー、セント・パトリックス・デイとは えー、成人パトリックの命日を祝うアイルランド最大の祭典でこの日はアイルランドのシンボルカラーでもありますグリーンを身につけ、えー、踊って飲んで食べて陽気に楽しむお祝いの日だとこれがもう今年で10回目なんだね、はい、すごいねでこのね、えー、パトリックスデイにこのねカナデルパーク ボリューム18も同時に行われるんですけれども、うん、カナデル・パーク、えー、そこにはね、えー、パフォーマンスしてくれる、えー、パフォーマーたちが結構出てくれるみたいなんですけどもその中にね、えー、コンサートもやりましてでその、えー、コンサートに僕ら出ます、えー、ジャンバラヤバンドでいいねこれプロフィールが沖縄市コザの人気バンド、うん、ジャンバラヤいいね そしてリバース、はい、イング、うん、チョボランド、うん、チョボラバンドか。うんうん、チョボラバンドが出演するということで。はいえー、これね、3月19日。もうこの日はあのー、3時から8時までみたいだけど、うんえー、祭り自体はね。はい、だけどパーカービニューはもう昼間12時から、うん、 えー、歩行者天国になってるみたい、はい、歩行店ねいい、うんえー、じゃないこの歩行てになるとさすごくこう出店なんかもいっぱい出るだろうし今ねちょっとパーカービニューのこの通りとかね、はいえー、沖縄市の一番街とかね、うん、ちょっと寂しい雰囲気になっちゃってるんで、うん、これねぜひともこの日だけでもまあこの日を境にね、はいえー、どん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 盛り上がっていってくれたらいいなと思いますんで、うん、ぜひとも遊びに来ていただきたいなと。はい 思います。この日はね、なんか緑色。どっかにこうポイントとして持ってるといいと思いますよ。ね、緑を中心としたお祭りになりますので、よろしくお願いします。はい。はい。はい。そして、リスさんがタイガージェットシン。なぜ。出ます。なぜ。なんだろう。なぜ故にタイガージェットシン。髪切ったから。 あそっちか。わかんないけど。サーベル持って。うん、<laughs> タイガー・ジェットシーンって知ってるうん、わかんないっすよ。すごいな、なのに髪切ったからって、ようはなんかそこにたどり着いたな。いや、なんかな話の流れでて、そういうことかなと思って。すげえ、<laughs> 同じような髪してるのよ、タイガー・ジェットシーン。で、で、い服のプーって。え、これ、ゲームですかプロレスラーや。あ、プロレスラー。<laughs> <laughs> そうなんだ <laughs> タイガー・ジェットシーンはあれだよ、地元ではすっごい有名な人でもうすごい頭もよくてね、政治とかにもすごい絡んでるようなレスラーなのよ、そうなんですね結構昔のレスラーだけどね、インドだったかな、どこだったかな、インド、そうだ、インドだ、リスさんから来ましたね、はい、来ましたね、インド、インド、政治家になったんですよ、あとあとは、有名なレスラーがいるんですが。ははいい えー、メールは以上いやこれ浜崎さんさ、はい、ギリギリまでいてくれたかな <laughs> ねそうです25分に行くって言ってたからねもう25分過ぎちゃったからな今頃どっかにいるんかなうんもう本当にもう「向かいに行く? <laughs>」浜崎さんも <laughs> 向かいに <laughs> 場所も知らんしな <laughs> 雨が降りそうなところに <laughs> 今沖縄も降りそうだから。<laughs> ね もしかしたら <laughs> こ沖縄 <laughs> ねえどこの人でしょうかね,、うん、ねえいやでも沖縄ほんと今ね小沢の方ちょっと雨降りそうだね、うん、あんないい天気だったのになうん、うん、最近ちょっといい天気だよねでもちょっと寒いよねねえまたねもう少し寒い,いの続くのかねどうなんでしょうかねうん洗濯物干した今日は干してないけどあの靴を干しっぱだから、うん、<laughs> ちょっと <laughs>。 早く取りたいな <laughs> 靴はまずいな <laughs> ね靴ってさ、うん、こう洗ってさ、うん、乾燥機に入れられるの、うん、でもま乾燥機がおうちにないのでコインランドリーとか行ったらあるやんけあ,、ね、あれ乾燥機入れてもいいのかねなんか靴専用のがあるコインランドリーも乾燥機が多分乾燥機っていうか洗濯も乾燥も。 あ靴専用の洗濯機乾燥機<う>ってことかなおお<う>あった気がする、ま、マジで、うん、靴専用ってじゃあ靴をこうなんか棒に立てたりするの分かんないですあのか外から看板だけ見て<う>中は見てないから <laughs> ちょっと分かんない <laughs> どうやって洗うんだろうやっぱ回転するんかなこうぐるグングンぐるグンどう,どうなんでしょうねへえこうやってみたいな、うん、見つけたら教えてそうですねお沖縄県内で見つけてよ <laughs> 沖縄県内で県内ならいけるからねああそっかじゃあちょっとね靴取りに今日はもう早く終わっとく番組、うん、<laughs> そうしよう三十 <laughs> <laughs> 30分前だけど <laughs> <laughs> ダメダメダメ <laughs> 俺一人で喋ってもいいけど <laughs> はいはいえー、あれだねもう一曲ぐらいかけるあか,かけましょうかうんえー、じゃあねはい 俺のそれれ準備されてるじゃあさ、うん、えー、今沖縄でね、えー、もう何年ぐらい前からかなもう15年ぐらい前ぐらいからもうずっと、えー、活動そして活躍しておりますね前ちょっと前までは沖縄のオリオンビールの、えー、一番桜というね、えーめえー、だあれは何だろうな 一万桜っていうビールうん、うん、ビールのね CM ソングをもう5年ぐらいやってたかな、うん、歌ってたと思うんですけどず,、えー、ずっと歌ってました「コジャコ」コ、はいねえー、ジャコの曲をかけたいなと僕もねもう去年ぐらいまでですけどね、えー、ずっと一緒に活動させてもらってたんですけどなんか噂によるとねコ、うん、ジャコさんがこう最近お子さんが 誕生したということで嬉しくてね、うんえー、これ大丈夫かな言ってもね <laughs> もし非公開だったらごめんね <laughs>、うん、ものすごく怒られると思うけど <laughs> もしもしこれがダメなことであれば <laughs> まあでも目立たいことだから、うんだねね、いいことだからいいかなと思って。うんうん えー、こうね、生まれたことによって、また人生変わっていくんだろうな、ねえ、リーナ、早く欲しいね、早く欲しいね、もう早く野球チーム作れるぐらいしてください <laughs> <laughs> 今、早くしないと、<laughs> <laughs> サッカーでもいいよ、サッカー、大変だね、うん、サッカーは11人。えー 3人サッカーぐらいでいいかな。3 <laughs> 人サッカー。3人のサッカー。サッカーだっけ名前なんだっけあれ。えっ ?3 人のサッカーの。3人のサッカーなんてあるのあ,れあ,れあるじゃないですか。3対3の。あれはあれじゃないの、うん、?3 on3、バスケットボールじゃないのあ,あれバスケバスケだっけ <laughs> <laughs> じゃあバスケットチームで。3 <laughs> 人のね。3人で。はいえー。あ ひとみんから嬉しいメールが来ましたが、Facebook で報告してたので大丈夫じゃないですかね。とっても可愛かった。おめでたいですね。と、こじゃこのことだよな。よかった。報告してたのね。よかったね。よかった。じゃあもう今、堂々と言います。おめでとうございます。最近生まれたみたいだから、ようやくね、待望の子供が生まれたのでね。まあでも、子育て入るだろうから、 どううなんだろうでも活動的にはまた復活するのかなうん、うん、ギリギリまで活動してたらしいけどねうん、うん、だからまた復活して一緒になんかライブなんかできたらいいなと思いますんでね、はいえー、うちの番組もし聞いてたらすごいけどねもうひとみありがとうフェイスブックで報告してたって本当にこれだけでちょっと俺安心感がすごいんだけど <laughs> <laughs> よかったですありがとうございます。ははいはい、はい、じゃあその曲を えー、かけたいと思いますが今からかける曲はね、えー、もうほんとそれこそだから15年ぐらい前かな10年ぐらい前だったかな月経館の CM ソングで、うんえー、使われてた曲を今からかけたいと思います、えー、この時はね「ピース・オブ・ムーン」っていう名前でやってたんだけれどもあえて「こじゃこ」で行けますね「こ、えー、じゃこ」で「青い月」 はい、青い月お届けいたしましたがええー、いろいろとメッセージはあるえっと一つですね<お>えっとあ二つかな<お>、えー、ひとみんさん<お>早くゆきとさんもフェイスブック来てくださいよ <laughs> ええー、スマホデビューしなさいよっていう <laughs> そうですね実はさ、うんえー、まだ言わんこうかなと思ってたけど、うん、明日変えようかなと思ってるのおお<ー>そうそうそう 分からんようん、うん、行ってみないと <laughs> 行ってみてやっぱやめようってなるかもしれない <laughs> <laughs> とりあえず明日行く予定はあるのよ、うんえー、電話屋さんにねうん、うん、行く予定があるんですが、うん、変えたら、うんえー、スマホ、うん、変えたらなんだった LINE <laughs> <イ> <laughs> ってないやって俺はずっと思ってるんだけど <laughs> バイバイ LINE ってないやって思ってるんだけど、うん、あの LINE、ー、で電話もできるのはいできますねほんとはいただでまあただで、まあ、スマホの中スマホの料金に通信料も払っているので、うん、その通信料で LINE、えー、同士で LINE 同士で電話ができるなんかな俺リスさんがさ、うん、あの俺の心の中を言ってくれてるような気がするけど、うんうん、リスさんからのコメントで「うん、スマホよしなさい危険です」危険な香りするよ本当に <laughs> 怖いもん俺も <laughs> でももうよもういい加減変帰ってみるよ 考えますはいそしてユッキーさんが「ひげの白髪染めるなら鼻毛の白髪も染めないと」ってそれをほんとよだからどうするの鼻毛も鼻毛も染めるどうやった痛そうだね痛いだろうなひげでもあんなに痛いのにめちゃくちゃ痛かったあの白髪染めみたいなやつでさやってみたの髪やるのとついでに「 ちだから余るからちょっと日害もやってみようかなってやってみたら、うん、も,うもうビリ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 って <laughs> ビリビリ地獄 <laughs> ビリビリチョップだった本当にうん、うん、危なかったからね <laughs> こまあでもさこう鼻の中はさ、はい、まあ切ったりとかね、うん、こう見えなくすることはできる気がするのよ今もう俺も鼻,鼻の中も結構真っ白っぽくなってきてるけど、うん このヒゲだけはよ、見えるさ。どうやったって。うん、だ見える部分をどうやって、こうね、黒く,るくるしたいできるかなって。はい、マッキーで塗るか。<laughs> <laughs> しかも油性でね。油性で油性だったらいいんじゃないのうんい。いいのかな。な <laughs> 落ちないから落ちない、ね、あ落ちないからいいのね落ちないからなるほど大変だぞなこうずっとこう細かく黒く塗ったのが、うん、んか、うん、あの春の愛がこのおでこを小さく見せたいからこの髪の生え際をこの眉かきとかで描いてるってへえ<ー>だ,だから眉かきとかでひげをこうやればいいんじゃないかな <laughs> <laughs> いい考えだな、うん、あ,あそう、うん、眉かきだったら一日で落とせる うんお落ちますねおーじゃあちょっと、うん、ちょっと試してみようかな、うん、それかあのマスカラをひげに塗る<と>か <laughs> じゃあマスカラって塗れるの <laughs> 塗れるんじゃないかな <laughs> 塗ったことないけど <laughs> 俺使ったこともないけど <laughs> マスカラなんて <laughs> 聞き覚えはあるけどねマスカラうん、うん、えー、塗る、うん、マスカラをねひげ、うん、にねよーし <laughs> じゃあの意見だからやってみようやってみましょうはいはいそしてひとみんさんおわい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 ラジオってえっとスマホのことかなが変えるよ変えるそしてゆきと画面割りまくりそうあのあれかスマホの画面スマホあれって割れるの割れますよなんでどんな人ら割れるのああ落としたらね大丈夫落とさんから。 だから画面保護のシールを最初に貼ったほうがいいですね、邪魔くないいや自分貼ってますけど分かんないですよ、全然それって最初から貼れるのお願いしてから別売りですけど自分で最初で買って自分で貼る。へあそういいいこと聞た 笑んけどね <laughs> <laughs>、えー、ちょっと明日考えます。そして、ひとみんさんから鼻毛マスカラって。うん、鼻毛も <laughs> マスカラやるの。臭 <laughs> いんじゃないの <laughs> ずっとマスカラかじゃな。<laughs> なね、<laughs> 無臭なマスカラよろしく。そして、えー、リスさんが。 えー、白髪イコールかっこいいと思い込むそうなんだよな、うん、そこなんだよリチャードギアかっこいいやんうんそうだねあのうちの弟の良二君も、うん、ねゆきと良二の良二君も、うん、もう結構なリチャードギアぶりですようん、うん、だからであいつの場合はなんか顔もね、うん、渋いから別に俺はかっこいいなと思うのようん、うん、ねまあじゃあ思い込むか <laughs> そうだね <laughs> <laughs> 思い込んでみますうんそして、えー、リスさんが「ゆきとさんは必ずスマホ尻で割る」なんでやねんポケット入れてるから <laughs> <laughs> そうだねうん、うん、あスマホになったらポケット入れないかもよああるかもねうんうんふだんどこになんかど持参してるというか持ってんのあでもポケットかなポケットでしょお尻のうんうん じゃないね別にでも割れたことないですけどねあリナもじゃあお尻に入れたりするうんうん、うん、マジでじゃあいやでもリスさんがこう言ってくれてるってことはなんか俺危険信号だなやっぱりな、うん、<laughs> よーしスマホもいろいろ大きさがあるから、うん、それで <laughs> またあれ小さすぎたらお尻で全部ぺちゃんこなりそうじゃんだからケース買えばいいんじゃないの ねっ横に入れるケースそれでオッケーやなまずそれだねよし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 解決そしてゆきさんからゆきとさんホワイトで揚げたおおこれはねやりましたよそうまあホワイトで揚げたというかねごちそう作ってああいいねそう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 やりましたけどね俺さピザソースピザソースうん 卵焼きの上に卵をちょっと柔らかめにちょ,ちょっと先に焼いといて太めにね、うん、でチーズのっけて、うん、ピザソース塗って食ってみたのうん、うん、ピザだったよあれうまいなってそうそうそう,そ,うそんなことをしてたはい、はい、<laughs> そしてリスさんが、うん、ゆきとさんが3か月以内に割るに1000円 <laughs> 最近賭博とかだめでしょ <laughs> う、ね、最近多いね、多いでしょだめだめだめ。リスさんが、ゆきとさん賭博、<laughs> スマホある。だめでしょ、だから。だめだめだめ。もう、いかさまって、またじゃあ、いかさましましたら悪、割る、はい。あ <laughs> 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 ねえもう絶対割らないからな、はい、もう最低3ヶ月耐えてやるうん、うん、<laughs> はいありがとうございますありがとうございますリクエストないリクエストは今のとこないですねマジでひとみ乗っかってきてから2000円ってや, <laughs> やめえ<ー>や <laughs> <laughs> ご祝<主>儀 <laughs> やめえ<ー>や <laughs> もう絶対割らんからよ俺、はい、もうわじった3年間割らん <laughs> もう一個来てます私のフェイスブックにアメックさんから「マリモみたいなマイクですね」リモ見えてる写真載せてるからねおっきいよねマイクカバーがねだからこの緑なのもね3月19日の。 そういうことですよ、すごいさすが FA もこだそう。3月19日のセント・パトリックス・デイ2016、アイルランドの、ねうんえー、カラーが、えー、グリーン、うん、緑ということでね、はいはい、緑に合わせてみました。<laughs> はい、<laughs> なんていう適当な <laughs>、<laughs> <laughs> でもこれ、本当に遊びに来てほしいなと思いますけれども。うんうん えー、3月19日僕ら多分ね7時ぐらいから演奏するんですよジャンバレアバンドはね、うん、で僕そのままポーキーズ、うん、あそうそうポーキーズ俺始まってますよもうはいそうですね、えー、先週の金土から行きましたよリーダーはいありがとうございます行ってきましたけど、はい、もうね土曜日にね、うん、土曜日いっぱいしてたんだけど、うん、もうなんだろう なんかお久しぶりなお客さんがいっぱい来てたということで,うん、うん、で俺も久しぶり久しぶりうん、うん、ってもう <laughs> <laughs> いっぱい <laughs> <laughs> おお元気だったかっ <laughs> 行きたってからなったんだけど大盛り上がりよ最初から最後までで。 なおが言ってたポ,あのポーキーズのオーナーのね、奈緒、うん、が言ってたけど、これはゆきとが呼び込んでるやつさって、<laughs> 久しぶりのお客さんがいっぱい来てたということで、いやー、これまたね、嬉しかったんですけども、はいえー、先週から、えー、俺が中心になるかな、うん、今度からはね、うんまあ、リナもたまに出ますけれども、うんえー、俺が中心になって、勤務をしばらくやらせてもらって。うん でリナが俺がイベントとかで出れない時に出てもらってっていう形に今なってますんでねリナに会いたい人は問い合わせてくださいそうですねじゃないといきなり行っておじさんが叩いてますからね大変ですよ問い合わせてくださいよよろしくお願いしますはいはいなんかかけたいけどはい何がいいかねリナが好きな曲本当じゃあリナが えとちょっと今から練習しようかなっていう曲を<ー>かけようかな。OK 分かったじゃあちょっと探しましょうね。<ー>はい、相変わらずそういうところ真面目だよね。<laughs> 俺は素晴らしいなと思うよ。いやもうねこの曲ね昨日から聞いててねこれ難しいなと思って。うん、<laughs> そ,そうか、うん、じゃあかけてみるかあ,あ,ありました。はい、じゃあかけようかな。うん、えーっとですねこれは えっと、アニメソングの<お>を倖田來未がカバーしてます、倖<お>田來未の「キューティーハニー」うん。はい はいもう早いもんでエンディングでございますけれども、はい、さっき信号待ちで信号を渡ってた女の子3人組から手を振られたの見たあ見てなかったです。かわいかった <laughs> ありがとうございます。はい <laughs>、はい、もうエンディングですけれども、はいえー、メッセージちょっと来てるねはい来てます、はいえー、リスさんから、えー、去年のセント・パトリックス・デーはボディーペインティングで忍者タートルになったけど。おお 中野のピープルの受けはいまいちでした。あら残念。でも職質は2件。2> おお、これはやりがいがある。ああ、いいね。職質っていいよね。うん <laughs> い,いいのか。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、今年も来てください。はいはい えー、ひとみんさんところどころうじ、ん、さんに見えて不思議あ俺のこと、うんえー、兄弟ですから <laughs> <laughs>、えー、か相当似てるみたいだからねびっくりしますよ自分でも、はい、<laughs> 電話の声とかめっちゃ似てるみたいだからだ <laughs> この笑い方も。<laughs> えー <laughs> <laughs> えー、今日はでも、ね、たくさんメッセージありがたかったですね。はい、まあいつも本当いっぱい行きますけれども、うん、今日はあのメッセージデーにしましたけども、はい、よかったです。ね、もうずっとメッセージデーにしましょう。ね、それがいいねうちの番組はメッセージ番組にしましょう。<laughs> はいはい、よろしく <laughs>、えー、ひとみんのラジオ番組にも遊びに行きたいんでね、うんえー、行ったときは皆さんあのメッセージよろしくお願いしますよ。他のところ 結構行きましょうじゃ。そうですね。ええ、俺とリーナでちょっと、ええ、あくま。あっちゃあっちゃしようかなと思いますんでね。はい、よろしくお願いします。はい。はい。ええ、なんか言い残したことない。もう終わるよ。あ、もう。早い。終わっちゃうね。番組終わるよ。比嘉さんは、ガーヒーさんはずっと伸ばしてって言ってるけど。あの。 もう56分になったらマイクが切れられるの分かってるのに、<laughs> ね、この人いたら。は <laughs> はーいってやってるけど。<laughs> はい、えー、じゃあもう大丈夫はい、大丈夫で、ね、す。もう言い残したことはないえっと、そうですね、じゃあ。後悔しないえー、ポッキーズはまだドラマボスす。募集中です。よろしくお願いします。アッキーさんもうお疲れ様のメールありがとうございました。ありがとう。はい、今週もたくさんのメールありがとうございます。また来週お会いしましょう。ゆきとりょうじのワイワイラジオを見リナ、お相手はゆきとと。 みんなでお届けしました。さようならバイバイ。